はい、どうも、スケシュンです。今日なんですけど、動画編集がしたい人は、MacBook の13インチは買うべきじゃないっていう話をしていこうと思います。僕はビデオグラファーを10年以上続けてきていて、主に映像の仕事をしてるんですが、映像チャンネル別チャンネルとしてやってますので、気になる方はそちらもご覧ください。で、今日なんですけど、映像編集をしたい人が MacBook 13インチを買うべきじゃないっていう話をしていこうと思います。まあ最近ですね、マイナーアップデートがされた MacBook 13インチですね、発売されました。まあサイレントアップデートみたいな形でですね、結構盛り上がってたと思うんですけど、変わったところをですね、ざっくりと言うとですね、まあキーボードがシザーキーボードからマジックキーボードに変わりました。で、最大のメモリの積載量が 32GB になりました。あとは最大のストレージが 4TB まで可能になった。まあこの3つが大きいアップデートの部分だったと思うんですけど、僕はですね、まあ映像いろいろやってくる中で iMac も使いましたし、 MacBook も使ったり、まあ Windows も使ったりですね、まあいろんな PC を使ってきました。ただこの動画見てる人ってですね、やっぱり映像編集を始めたいっていう人で、13インチにしようかなとか、16インチにした方がいいのかなとか、まあそういうところをですね、迷ってる方結構多いかもしれないんですけど、僕はですね、断然16インチを買う方がいいと思います。この動画を見ればですね、なんでじゃあ16インチじゃないといけないのかっていうところがわかるかなと思うので、ぜひ最後までご覧ください。で、早速やっていこうと思うんですけど、まず13インチを選ばない方がいい一つ目の理由はですね、ディスプレイの大きさですね。作業領域、そこがですね、広ければ広いほど映像編集はいいと思ってます。で、これなんでかっていうとですね、やっぱり映像編集ってタイムラインっていう形で、そのクリップの映像が見れる部分と、あとはその映像をどん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 クリップを並べていきますよね。そこのタイムラインを行ったり来たりすることがすごく多くてですね、じゃあ最初は大丈夫かなとか、最後の方は大丈夫かなとか、あ、真ん中修正したいなっていう時にタイムラインをですね、いろいろこう行ったり来たりするんですけど、そこがですね、大きく見れてれば見れてるほど、どんな箇所を直したいかっていうのがはっきりわかると思いますし、どんどん時間短縮になると思うんですよね。まあそこのタイムラインを縮小拡大をして見ていけばいいじゃんっていう人もいるとは思うんですけど、それをやる手間もですね、どん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 何百回っていう風にやっていくと結構時間のタイムロスになってきますっていうところを考えると、やっぱりですね、作業領域が大きければ大きいほどいいかなっていうのが僕の正直な意見ですね。で、2つ目なんですけど、これ編集ソフトにもよるんですが、僕が主に仕事で使っているですね、ブラックマジックから出ているダビンチリゾルブっていうソフトがあるんですよね。まあこれ僕有料版を使ってますが、無料でもかなり使えるようなソフトで、一番最初始めるにはかなり敷居が低くていいソフトだと思うんですけど、これですね、 MacBook の、まあ、15インチ以上からしか使えるようなアプリケーションになっていないんですよね。まあ、なってないっていうと、まあ、語弊が若干あるんですけど、まあ、どんなことかっていうとですね、まあ、例えばカラーグレーディングをする際の画面だったりに、表示しておかないといけない表示がですね、13インチだと全部表示できないんですよ。ちょっと専門用語っぽくなっちゃうんですけど、プライマリーホイールって言って、コントラストとか、サイドとか、ホワイトバランスとかを調整するボタンがあるんですけど、13インチだとそこがですね、すべて表示できなくて、調整がですね、ものすごくめんどくさいことになっちゃうんですよね。なので、これからですね、編集をしていって、じゃあもっともっといい映像を作りたい、カラーをもっといじりたいっていう風になった時に、やっぱりブラックマジックを使うっていう選択肢に結構なってきたりするんですけど、その際に13インチだとじゃあパソコンを買い替えないといけないっていう手間が出てきちゃったり、モニターを絶対につけないと作業ができないっていう風になってきちゃうと思うんですよね。っていうところを考えるとですね、一番最初から15インチだったり16インチだったりの MacBook を購入して作業していく方が僕はいいんじゃないかなと思います。あともう一つなんですけど、まあ例えば13インチだったとしても、じゃあモニターあればいいよねとか、まあそういう風に思った人もいると思います。モニターあればまあ全てのステータスをいじれるじゃないかっていう風に思った人もいると思うんですけど、まあ13インチでですね、作業するときにやっぱり屋外とかで作業することもやっぱり出てきちゃうんですよね。僕も基本的に事務所にいてですね、事務所で映像編集の作業をしているんですけど、やっぱりその出先の中でどうしても修正しないといけないような案件が出てきたりとか、あとは僕は北海道に住んでいるので、東京に出張している際にちょこっとだけ修正をしないといけないっていう場面がですね、出てくること時々やっぱりあります。それはですね、まあプロだからそうでしょっていうわけではなくて、趣味でもですね、例えばスタバでやるとか、コーヒーを飲みながら出先でやるとか、カフェでやるとかっていう人、まあいろんな人がいると思うんですけど、まあそういった中でですね、やっぱりそのモニターをつけないで一つの PC だけで完結できるっていう環境が一番シンプルだと思いますし、まあやっぱりですね、その映像をこれから始めるっていう人の場合は、
どん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 映像編集を回数をこなしていかないとですね、なかなかこう上達ってしないと思うので、どんなところでもですねパソコンを開けば編集できるっていう環境の方が、まあ、映像編集も楽しくなっていくかなと個人的には思っているので、13インチを買うよりも15インチだったり16インチの MacBook を購入した方がいいのかなと思ってます。で、13インチの MacBook の一番安いモデルで134,800円、税別ですねっていう中で、16インチにするとやっぱり248,800円っていう形で10万円以上高くはなってしまうんですけど、MacBook って結構一度買うとですね、1年2年で交換するものではなくて、本当にプロでもですね5年とか6年使えるぐらい、本当に機能としてはですね充実しているパソコンなので、やっぱり5年6年っていうところを考えると、大は小を兼ねるじゃないですが、映像編集をする上では16インチを選んだ方がいいんじゃないかなと僕個人としてはやっぱり思いますね。まあ例えばじゃあこれで10万円以上高いっていう風になっていたとしても、 MacBook を入れ替えたいっていう風になった時に、13インチを中古で売るよりも絶対に16インチの方が高く売れる可能性がかなり高いと思うので、そのあたり含めてもですね、まあ高いモデル買った方が僕個人としてはいいんじゃないかなと思ってます。で、じゃあ実際僕がどんな環境でやっているかっていうとですね、もちろん MacBook の13インチ会社用としても持ってますし、あったりもするんですけど、基本的にはもうほとんど使わないような形で、この MacBook 僕は15インチですね、15インチのもので全て編集まで行っているような形です。まあ 4K の納品とかもうこの15インチで、まあ、外付けの eGPU をつけてるとはいえ、納品とかもしたりもしてるので、間違いなくですねこの16インチを買えば本当に3年とか5年とか長く、まあ、本当に制作をやってるような人でも満たせるようなスペックかなというふうに思うので、ぜひ気になる方はですね13インチよりも16インチ検討してみてください。はい、ということで今回はですね、映像編集をするのであれば13インチは買うなっていう話をしてみました。いつもガジェットだったりファッション機材の話をしてますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。